人ぐらいの。今日は寒いですね。なんか外が冷えてますね。今日もあれやるしかないか。サンチェスさんと高見のモノマネ。頑張ってください。もうちょっと練習クオリティ。妄想電波塔高見。違うな。妄想電波塔高見。違うな。はい、では間もなく。うるま市の変態神。違うな。どうしよう。あれ？サンチェスさんいないの。もう8時ですけど。なんと渋滞に巻き込まれて、いまだ到着せず、ダタバタリップ。8時始まってしまいました。どうしたサンチェさん。あー、まさかの私一人のオープニングとなります。さあ、なんかこれ初めてかもしれないな。まあまあ、これはある意味チャンスということで、はい、聞いてるかなサンチェさん。車で自由に喋っていきたいと思います。ドタバタリップスタート。ドタバタリップ、ということでドタバタリップ始まりました。ふぅ。出だしから一人なのでちょっとテンション上げてきてますけど、空回りしないように気をつけます。まあでも今日は一人といってもね、FM ギノワンのミキサーのキャプテンが今日も、あ、ミキサーじゃない、スタッフのキャプテンがですね、今日もミキサーで、サポートとして入ってもらっています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんだかんだ初めてじゃないですか。そうですね、2人でやるのは初めてですかな。途中で間に合ってきた、あ、違うか、初めてか。そうですね、ですね、なかなかないですよね。ですね、確かに。あ、そうだよ、1人でもゲスト呼んでましたね。そうです、そうです、そうです。うん、それでだ。あー、新鮮。いやどうなるかな。サンチェスさんも来なくてもいいよ、このまま。僕がドキドキしてダメですよ。まあまあ、そんなこんなで、はい、9時までよろしくお願いします。この番組は役者タレントをしているひとみんと、妄想電波と高見と、うるま市の変態仮面サンチェスと、小座の宇宙人キャプテンでお送りします。物まね似てましたかね。番組では毎月一つのテーマを設け、1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。11月のメッセージテーマは仕事です。仕事、はい、仕事にまつわるメッセージどんどんお待ちしております。番組へのコメント感想はドタバタ797@gmail.com、 全部小文字でドタバタ797@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしています。またこの放送はツイキャス、YouTube ライブ、サイマル放送、そして携帯の方ではリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧ください。この番組は
スポンサー募集をしております。ドタバタリップ。大丈夫ですか？うん、大丈夫です。ツイキャスコメント読んでいきましょうか。大丈夫ですか？はい。あら季節の変わり目ですか？季節の変わり目ですね。関係あるのか。こうならないために飲んでるはずなのに、これ飲み物でいつもなるんですか？飲み物ね。なんか喉の方で食べ物が噛み切れずに残ってるみたいな。よいしょ。ちょっとあなたちゃんと座ってくださいます？お茶で見せるとかおじいちゃんみたいな。本当だ。あ、座れたかな。はい。あ、ダメだ。伸びる。はい、女子負けます。だらしないな、こいつ。ドタ、あ、バタ、あ、リップ、あ。F 麦のワンから生放送でお届けしておりますドタバタリップ。今月のテーマは仕事です。あれ、なんかサンチェスさん来たと思ったら、あれジングルでしたね。ジングル、もうこのジングルすごいですよね、うん、パンチ力が。そうなんですよね、はい、なんだかんだ慣れて、未だにこれ聞くたびによく作ったなって思いますね。いや楽しいです。そう、これ高見が、はい、何曲っていうか、あの音作ってくれたんですけど、はい、電子レンジの音を組み合わせるっていう発想はなかったなって。いやこれ秀逸ですよ本当に、ね、僕いつも好きでだから必ず持ってくるんですよ。CM 明け。そうなんですね、はい、いやもうなんかもうなんていうのか、あのレギュラーですよね。そうですね。なんか CM 明けのイメージなんですよね。あ、確かに確かに、チーンって音が、うん、ドタバタリップの代表ジングルって感じします、はい。あれ本当に何が出来上がったんだって。なんか想像できないですね。そう想像しちゃいけないような気がしますね。うん、確かに。あ、これ謎が解けないまま今まで来てますけど、はい、あれを超えるジングルは多分これ今後作れないと思いますね。いやーこれを超える番組の内容はできそうですけどね。番組の内容できますかね。いやもういけますよ。いつも変わらずのドタバタリップですけど。でもたまに神回と思わせるところがあ、たまにね、はい、たまにありますね。これ面白いなと思って何度もヘビロテするときあります。いやー、もう本当に自分の番組ですけど、僕もたまに あ, あります。チェックしてますんで。あー、もうどの回だったか忘れたけどな。もう今は聞いてないけど結構ヘビロテした回があって、リスナーさんもありますかね、そういうこの回面白かったなっていう、あのドタバタリップの放送、そういうのあったらちょっと聞きたいですね。ぜひコメントで上げていただきたいですよね。うん、ということで今日はね、あのちょっとサンチェスさんがいないので、代わりに隣に、あのツイキャス見てる方は分かると思うんですけど、あのモグロ福蔵にいてもらってます。でもこれなんか椅子に座らせてるんですけど全然ちゃんと座ってくれなくて、
伸びるんですよ。自立しないなこの人。はい、ツイキャスコメント来てますね、拾っていきます。タイゴさん、ヤッホーということでありがとうございます。そして機長さん、今日もギャラリーからありがとうございます。シプリムさん、ヒトミンキャプテンこんばんは、カルロスチーンです。やっぱりサンチェスさんは逮捕されたのかな。このチーンで出来上がった何かによって。いやそんなことないですよ、今ちゃんと向かっておりますんでね。いやサンチェスさんはいろんな意味でなんかその要素を持ってるんだけど。じゃあこの間ニュース、テレビでね、はい、何だったっけな、飲酒運転で事故を起こして、はい、逮捕サンチェス氏、サンチェス容疑者って出てきて、はいはいはい、音だけ聞いてびっくりして。まさかでしょ、まさかと、まさかでしょって番組の危機。そう、ドキドキしながら見てたんだけど。いやサンチェスさんじゃなかったんですけどね。いやいや、それでもそれでも、え、違うよなサンチェスさん、え、違うよなっていうのを何回も繰り返して、もうなんかもう身内が捕まったっていう、はい、あえてニュースに出た時のこの気持ちが分かった、一瞬でも。いやショックだもんね。いやショックですよ本当にもう、うん、でもサンチェスさんって結構名前多いですからね。あ、そうなんですね。はい、何々サンチェスってお名前の方、スポーツ選手とかもよくいっぱいいらっしゃるんで。そっかそっか、割と多い名前だと思うんですよ。いやもう私は身の回りにもうこの人しかいないんで。この人ドキドキしました、めちゃくちゃ怖かった、うん、あ、まあ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 、まあ、確かにドキドキしますね、うん、そういうニュースを聞いてしまうと。あのショックっていうか泣きそうなりました、はい、あやっぱり、あ、一緒に3年4年一緒にやってる仲間じゃないですか、はい、あやっぱりあのそれだけなんていうのかな、ちょっとかゆいけど絆みたいなのできてるんだなってちょっと実感した、その時に。あ、いいですね。そうそうそう、ですね、なんだかんだおって言ってきましたね、サンチェスさん。あれ、おい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 。おいおい入ってこい。待て待て、座ってるんだけど。今入ってギャラリー、リスナーさんと一緒に座ってるんですけど。まあ、外の方で今公開生放送されてますね。いやいやいや。あの電波に乗せないと意味ないんですけど、サンチェスさん。来てください。はぁみたいな顔してるけど。ちょっとこれはあれですね、一人一人のあの語りを楽しんでる節がありますね。来ましたね。はい。遅そう、歩くの。みんな待ってるよ。マグロ福蔵さんが飛ばされた。皆さんこんばんは、やってまいりました、サンチェス容疑者でございます。いらっしゃいましたよ。自ら言っちゃう。言っちゃいます。結構連絡来ましたからね。あ、来た、やっぱり。あ、そうなんですね。米兵じゃないんですけどね。じゃあ米兵の方ですね。米兵じゃないんですけどね。ごめんごめん。これはヒトミンのリプトン。うん、アップルティー。アップルティー。ちょっと飲んでいい？ゴロゴロゴロ。喉乾いちゃってさ。来て速攻、これな。俺に飲んでっていうふりなのかなってね。なわけないさ、もう。違うんだ。モグロ福蔵さんの目の前に置いてたから。あ、ちゃんと言えたね、モグロ福蔵。お、よ。マイクの位置変えます。なんかさっきあの機長さんたちとギャラリー側から見てたけど。うん。見てたね。新鮮だね。ああ、そっか。なんか自分たちメンバーのものを客観的に見るっていうのはあんまりない機会だから。そうだね、確かに。本当はこのまま出たくなかったね、うん、俺は。やめて。逆にこのキャプテンとヒトミンのこのイチャイチャラジオをちょっと見たいなと思って。イチャイチャラジオって。イチャイチャラジオ。あ、キャプテンどうする？あ、僕が今一番デレデレします。デレデレしてます。はい。さっき出だしでもドキドキしたらダメですねっていう話してたから。あ、嘘。聞いてたよ、車の中で。あ、聞いてた。車の中でもやってた俺。何を？ラジオ。いや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 。車の中で喋ろうかなと思って。ちゃんと聞いてますよっつって。あ、相槌打ってたんだ。相槌打ってちゃんとトークしてましたから、ね。乗ってないから、電波に。全然乗ってないね。乗ってない。まあ、ツイッターに載せましたからね。ツイッターに載せた。まあ、動画撮りながら、ね。ちゃんとあれだよ、停車中にやってるからね。あ、エンジン切ってからね。そこは偉いね。そうだよ、最近ニュースになったもんね。でしょ、うん、赤信号の時にちゃんとエンジンも消して、そう、もう
エンジンがかかってない状態にしてから再生をして、うん、だから遅れた。いやそういうわけではないけどでもすごかったよ渋滞。あすごいですね今、うん、うるま市石川から6時40分に出て、うん、FM ギノワに着くのこの時間ですからね。やばいね。本当に法定速度5キロかなって思うぐらい全然進まないわけ。あそうなんだ。ずっともう沖縄南から、うん北中までずっと10キロぐらい。高速でもそんなに混むんだね。めっちゃ混んでたね。いやでもだってただでさ1時間かかるさ普通に運転しても、うんうん、相当遠いよね。そんな一応慣れてるけども。あ、まあ、だいたい通常だったら40分ぐらい、うん、あーそっか。でもだいぶかかってる。なんでこんな混んでるんですかね。なんか事故みたいですよね。あ、はい、多分サンチェス。いや俺じゃないから俺ちゃうからあと今日割と普段に比べたら渋滞多かった気がします。そうなんだ。僕も来るときちょっと大変だったんで。なんでだろう。どうにかしてくださいデニーさん。おう本当にね、うん、多分このままだとやばいっすよ。それこそ地下鉄か。この間地下鉄この間話した地下鉄かな。もう水牛とかね。水牛水牛とかに乗って、うん、地下にも水牛いっぱい回すわけ。うん、で後ろでちょっとアチビして走らすっていう電車通すの難しいからね。事故るよちょっと一定の感覚保ちながら。信号守らんでしょ絶対。守らんねあれ、俺そんな声高いっすか。タイゴさん。あ、タイゴさんか。サンチェさんそんな声高いっけ。あ、これは一番最初にひとみさんが真似したやつ、うん、あー、うん、全く似てなかったからねあ、本当全然似てない。じゃあ今日始まる前に練習したんだけど、うん、ちょっとやってみてもう一回。うるま市の変態仮面サンチェス。なんかバナさんっぽいねなんかちょっとバナさんみたいな感じだったけどあれバナさんが悪ふざけしてる時みたいな。やって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 。なんでやってって。え、どんな人やってたっけいつも。俺なんだったっけ俺のセリフ。うるま市の変態仮面うるま市の変態仮面サンチェスです。ほら似てるさ今は寄せてるからね、だいぶあなたに寄せてるからね。うるま市の変態仮面そうそうサンチェス。小指大事。小指は立てないといけない絶対。よくわかったね。ちょっと今嬉しい。今小指立ってたなと思って。小指は絶対立てる。ちょっと顔ちょっと斜めにしてね。そうそうそう斜めにしてね。顔長いって言ったら。肩ちょっと入れて。あ、いやそんなこと言ってない。そんなこと言ってない。大丈夫。よかったよかった。いやサンチェスさん来たらね、もう拍手もたくさんコメントも来てましたけど。ありがとうございます。コメント、うん、今途中だったな、拾ってたの。うん、タイゴさん。よく渋滞に遭遇するねって。そうなんですよ本当に。ハロウィンと間違えて化粧して遅れたのかな。本当は毎回化粧したいんですよ僕は。あ、そうなの？してないの？してないよ。そうなんだ。なんかね、男性も今化粧する時代じゃないですか。うんうん。なんかちょっとね、うん、なんていうのこの目の線あるさ、はい、目のなんていうのアイライン。そうそう、それそのままやし目の線にアイラインやし、そのままそれよアイラインとかなんかちょっとね、その何紅とか塗りたいじゃん。あちょっとね。いやでも見たくないな。なんでよ気持ち悪い。嘘気持ち悪い。うん、なんか女性楽しそうだもん。いや、めんどくさいよ。そう。いや、まあ、なんか毎日やるのは、うん、ちょっと、多分難儀になってくるわ、毎日やってたら。どれぐらいかかる？起きて、うん、その、家出るまで。あ、メイクだけだったら、15分ぐらい。早っ。かな。お風呂は？お風呂？お風呂は30分、20分ぐらい。じゃあ、45分ぐらい。で、お顔を洗ったりとか。お顔お顔ってお顔顔を洗ったり。丁寧にありがとうございます、はい、歯磨いたり、うん、するさ。お歯じゃないんだ、そこは。お歯を磨いたり、お顔を洗ったり、おっぱいを、あ、そのままやしおっぱいだな。やっぱそっちに繋がるんですね。念入りにね、念入りに念入りにね、念入りにデートの日はね、 お花もちゃんと洗って、ね、はい、やりますけどいや、私、お風呂は、うん、入らないんですか。前日入って、うん、寝て、朝シャンしないんですよ。俺もしないな。あ、しないんだ。うん、でもその方がいいよね、なんか楽。朝シャンずっとしてると、うん、体臭がきつくなるらしい。またまた。ほんとほんと。あと、どこの情報ですか？髪とか痛むし、うん、肌も細かく傷ついてるらしいんですよ。そうなの？うん、朝入ると。なんで？寝てる間に入って、寝てる間に寝てる間に入って。あ、違う、寝てじゃね。すごいねごめんごめん。無指病ですか超便利なんですけど寝てる間に仕事もやっちゃおうみたいな。最高だねそれ記憶ないうちに入ってくれて寝てる間に朝起きて、あれトイレ流されてないみたいな俺どこまでやってるわみたいな。ちゃんと流そう。それはお風呂も入ってるんだから寝てる間になんかさ、お風呂入った後うんこしたら嫌だよね。やめてくれだってそういう気分ならないですか一応残念な気持ちにならないけど、せっかく綺麗にしたのに、うん、あ、うんこっけきたみたいな
なんかちょっと泣えるよね。なんでうんこっけって。うんこっけをその襲ってくるなんか眠気みたいな。ちょっと可愛い猫けこっこみたいな。うんけがいいのかな。眠気みたいな感じで。うんけ来たらちょっと泣えるんだよ。うんけいいね。お尻だけ洗おうか、うん、髪だけで済ませるか、うん、お尻とがあればなみたいな。ああ、体拭いた後だとね、ちょっとあれだよね。なんか嫌だよね。うん、わかるわかる。流せるお尻拭きとかね、赤ちゃんの。ああ、ああ。あれは一応置いてますよ、ちゃんと。あ、そうなんだ。嫌だからね。やばいね、お家におしめもあるし、お尻拭きもあるんでしょ。そうだよ、もう準備万端だよ、もう。もう準備万端だ。万端だね。いける。あ、でもなんかお風呂入ったら、うん、ちょっとあの触発されるんだよね、きっと。触発？ああなんかね、そう、はいはい、入る前に生きようって思うけど、うんうん、温まると出ちゃうんだよね。そうそうそう、お腹も温まって。俺の友達なんてあるでシャワールームガチャッと開けた瞬間ジャーって出してるらしいからね。来たの。そうそうそう、特に男性って結構多いじゃないですか、お風呂場でやっちゃう人。そう、結構いらっしゃるらしいですね、うん、ピーってやっちゃう。待って、キャプテンはないですよね、そういうの。僕はあんまり好きじゃないんで。ですよね、はい、私もそういう人がいな。俺もあんまり好きじゃないです。嘘つきはやるって言ってたでしょ。毎回やってます。でもあれらしいですよ、効率的にはいいらしいですよね。あ、そうなんですか。あの、菌の繁殖がないので、うん、あの清潔面とかのリスクはないそうです、うん。ほう。なので、まあ、どうせな、あの下水に流れるので、うんうん、変わらないそうですね。そうなんですね。しかもなんかあれじゃないですか、ボディーソープとか流れてるんで、なんか、うんうん、ね、尿のそういう悪いものとか。いや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 、でも匂ってくるってば。匂ってこないです。え、だってもうこれ言ったらあれですけど、うん、まだ家にあの家族で住んでる時に、うん、あれ、今日家族の中の一人がそんな子だったの、うん、誰って言わないけど、はいはい、お母さんね。もうやっぱお母さんじゃないかな。オス。あ、オスね。オスが、はいはい、やっぱ匂ってきたもん。またいや、もうほんとダメだよあれは。そうね、うん、ちゃんと出しちゃうんだよな。ちゃんと流さないといけないですからね。そうだね、うん、多分最後らへんにやってたのかな。もう毎日毎日、あ、またやっちゃった、ちょっと流れ切ってなかったんでしょうね。かもしれないね。あったまったら出ちゃうんだよね。うん、でもでも出たまたし、もう下トーク。得意の。あ、この間さ、うん、ね、11時ぐらいの。ウケる。まだ行ってないけど。まだ行ってない。まだ行ってないんですけど。何何何。もう、はいはいはい、自然すぎて、うん、もう喋ったかなって思ったぐらいだったんです。何何。じゃあ、11時ぐらいの番組でしたっけ、うん、キャプテン、はい、そうです。いましたよね。いました、いました。確か、チョップスティックスの。夜中にちょこっとはしゃすめ、はいはい、FEC の番組。あ、そうですね、はい、FEC さんの番組ちょくちょく聞いてるんですけど、うん、あのドタバタリップの下ネタが可愛く感じた。あ、マジで。うん、マジ全然いいじゃん。じゃあちょ、なんか、あ、まあ、こっちはどっちかというと、うん、なんかあの運気とかそういう話になってんだけど、はいはい、まあ、ちょっと軽い感じのね。小学生みたいなさ、下ネタじゃないですか、はい、こっち。リップトークだからね。それでも結構下水んだけどさ、うん、本当は、うん、食事中の人もいるから。食事中にドタバタリップ聞く人なんていないっすよ。いないっすよ、そんな人なんて。聞かない方がいいなって思うんだけど。もうギャラリーさんも笑ってるよ。なんだけど、いない、そんな人いないです。その、何しっけ、FEC さんの番組、うんうん、聞くたんびに、うん、もう結構女性のこの巻いた性器の直接的な、うん、単語とか言うんですよ、普通に。それ言っていいの？だからね、びっくりしたよ、ね、言っていいんだったら俺も言いたいんですけど。ダメ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 、言っちゃった。俺言っていいんだったら言いたいですけど。生々しくなるからダメ。ダメ。私乗っていけないもん。乗っていけないんだ。乗っていけない、無理だよ。だって私も乗ってからさ、一応ね、そうそう、確かにね、そこのさ、機能がなんどろごろみたいなさ。そこ気持ちいいよね、舐められるとみたいな。言えないよね。言えないさ。言えないね。無理さね。今の笑い方やばいだろ。誰が？ひとみよ。そんな笑い方してた。そんな笑い方してたよ。いや、さすがにね、ツイキャスコメントも入っていけなくて、うん、もう見る専門だった。そんなやばいんだ。お、すごかったね。あ、夜は結構がっつりですね。マジっすか、うん、もうだって、あの高校か中学校の卒業アルバム見て、うん、誰が可愛いとか、誰がやれるかとか、はいはいはい、誰とやったとか、そんなの。やばいでしょ。誰とやったはちょっとまずくないですか。ちょ、まずくないですか。びっくりしたよ。だからメディアに出てる、ね、方じゃないですか、うん、一応、うん、まあ、芸人さんって結構ね、ラフというか、うん、そういうところがいいなって思うんですけど、はいはい、あ、ラジオですここまで話せていいんだって、うんうん、面白かったですね、うん、でもそういうのやりますよね、男性は。男性やりますね。とかの、まあまあね、その集合写真でアルバム見て、うん、あ、この子とやりたいとか、うん、あ、この子はやれるわとか、まあ、こういうバカな話を、ね、しますよね。それがそのままラジオに流れてたんで、やばいな。あと入っていけなくてもやりたいな、ぜひ。もう私もあのご飯食べに行った。それ聞いてご飯食べに行くんだ。いや、もうなんかもうずっと見てても、うん、
だって知らない人の話だから、うん、まあ知ってる人だったらいいです。逆に知ってる人だったらまずいんじゃない。知ってる人だったら、ね、はい、ま、それが一番まずいです、うん、コメントせずに覗き見してるんじゃない。覗き見だね、ずっとね。やばかめですね。まあまあまあ、だからまあドタバタリップ、うん、でもこのままでいいんじゃないかなと思った。ちょっと恐れてるね、人に。ちょっとあのまあこれぐらいのね、ゆるい感じのやつでいきましょう。小学生ぐらいの、ね、下ネタで、ね、もっとダークなやつを喋りたいんだったらゲストを呼んでください。あ、そうだね。でも俺の印象多分クソ悪くなるはず、本当に。いや、大丈夫だったもん。恐ろしいね。うん、普段のサンチェスさんもっとすごいから。ちょっとね、やばいよね、放送終わったらね。ギャラリー来てる人は分かると思うけど、すぐだよね。本当にこれをなぜ許せてるのかが分からないですよ。俺もたまに俺大丈夫かなって思ってる。俺何言ってんだろうっていう。あ、でもそれがあるからかもしれないね、うん、なのかな、多分。うちの局長自体がちょっとね。あ、ほんと？あの、甘いですか？そう、いろいろ言っちゃう系があるんで、うん、はいはい。じゃあ大丈夫っすね、全然大丈夫っすね。僕、ご次第でとんでもない発言させられましたからね。マジっすか？あらら。3月卒業の時期。あ、卒業の時期。お前なんか卒業したいんじゃないかって振られました。あらら。DTO。そういうことです。DTO。はい。今度行きます、一緒に。大丈夫ですよ。いっぱい楽しいところ知ってそうだね。楽しいとこいっぱい知ってますよ。さん確かに。それをドタバタリップで話すとこことじゃないから。そうだね。そうですね。はい、コメントたくさん来てますね。来てますね。そんな話で結構盛り上がってましたけど、うん、本当はシュプリームさんも実名がバンバン出ていたし、そうそうそう、見てましたね、サンチェスさんも。あ、サンチェスさんね、シュプリームさん。もう一緒になってるやし、もう似てるからだって。あ、進撃のめいちゃんさんから、うん、ね、後で YouTube に載るのにね、実名したらアウトじゃない。確かにね。あ、でも隠してはいた。このままでいいのか。俺もっといろいろ言いたいんだけどな。あ、本当、うん、いろいろ、まあ、私がアシスタント辞めたら。アシスタント辞めたら。ダメ、大丈夫な女性が入ったら。大丈夫な女性っているのかな。と思う。ちょっと待ってね。はいはい。進撃のみえちゃんさん、正直に言うと、うん、チューン堂の月曜日から木曜日は下ネタばかりで、金曜日だけは爽やかで下ネタが少ないです。やばいな。ほぼほぼ下ネタですよ。本当ですね。すごいね。1週間、週5のうち週4は、うん、あ、週5じゃない、週4、そうか、うん、いいんじゃない、こういうラジオがあっても。ね、ね、いいと思いますよ、全然ね、うん、いやもう逆にそこがいいということでついてるリスナーさんもいらっしゃいますからね。確かにそうですね。これ受けるけど、めいちゃんさん、うん、うん、どれこれ、今日もサンチェス節、さすがです。先週の第1回が何だったんだろう。ほんとそうっすよね。何なの、あの第1回って、ゼロ回とかね。何を言ってんだっつうね。何をやってるか俺もわからないんですよ、全然。もう第1回ね、意味わかんなかった。謎の第1回っていうね。そう、なんか全力で応援するっていうね、変な企画やってましたけど、ね、しかも全然作り込まれてない。全然作り込まれてないっていうね。勢いとテンションでやる、ふわふわしてるだけのラジオっていうね。しかも高見その日来て ね、初めて聞いたっていう。ちゃんとやろう、じゃあ第1回。いいよ、もうちゃんとやりましょう。いだってちゃんとやりたい。めいちゃんさんが言ってるさ、もう先週の第1回が何だったんだろうって。何だったんだろうラジオでもいいんじゃない。毎回違うラジオっていう。よくわかんない、それだとドタバタリップじゃなくなるからね。なくなるかな。え、タイゴさんから、んシュートさん、ディズニーランドからツイキャス聞いてますって。嘘。ディズニーランド楽しんでください。ツイキャスいいっすよ、別に。ディズニー、ミッキーと遊んでくださいよ。本当ですよ。シュートさん、ウケるな。そんな時間割いてまでドタバタリップ聞いてる。パレード待ちかな、今、もしかしたら、ね。ああ、もしかしたらそうかもしれないですね。それか、ミッキーのおうち待ちとかね。すごかったね、11時間待ちとかね。あ、そうなの。ほら、あのミッキーの誕生日の日、うん、ミッキーの家に行って写真撮るって言って、え、11時間待ちですって言って。あ、ツイッターで流れてたな。もはやいいよね、11時間なんてね。11時間って、私そんぐらい寝たい。撮る価値ないよね、もう。いやいやいや。だってないでしょ、11時間かけてミッキーと1枚撮ってたよ。でも好きな人はすごく、まあね、うん、芸能人に会えるぐらいの。まあまあね、うん、あれって1匹しかいないんだよね。1匹、あ、人がいい。1匹でいいのかな。1匹でしょ。1匹なんだな。1匹でしょ。巨大ネズミだからね。もうディズニーランドに1匹しかいないのかな。あちこちやっぱ点在したらダメだよね。あ、なんか一時期、あ、でも1匹しかいないって聞いたことあったよ。やっぱ1匹なんだよ、うん、そこら辺はねって聞いたことある。助かるわ。そこはディズニー徹底してるって聞いたことがあった。助かる。嘘かな。嘘じゃないでしょ。そこは徹底してくれないと。
ガセではないですよね。ただなんか 何年代のミッキーとかはいても面白いかもしれない、うん、70年代のミッキーとか90年代ミッキーとか、なるほど、そのブースとかにいたら面白いかもね。そうだよね。そしたら11時間も待たなくていいからね。あー、みんなね、バラバラ